で、この FireDuck にはエリアスをインポートしてくるユーティリティというのがついておりますが、完璧なものじゃないですね。BD ならではのパラメーターもあります。名前だけ持ってくるとか、簡単なパラメーターだけ持ってきますので、すべてではないんですけども、ini ファイルを作ってくれる機能がございます。現在ですね、ローカライズがちょっと進んでおりませんで、FireDuck のエクスプローラーと呼ばれるもの、真ん中とこの右側ですね、ウィンドウがですね、英語なんですけども、ちょっと我慢して使っていただくことになります。まずインストールして、もし FireDuck 使われる方がいればですね、メニューからですね、FireDuck ってメニュー増えてますので選んでみてください。で、今度はですね、これはコードというよりは、BD で使っていたドライバーはいらなくなったよと、どうするかって話です。これ、FireDuck にはですね、接続するドライバーがですね、個別にコンポーネント化されて持っております。ただ、ドライバーっていうか、接続するためのインターフェースを持っているユニットなので、100%ピュア、デルファイで書かれておるユニットでございます。自分がつなげるデータベースのユニットをプロジェクトのどっかにポンと貼り付けておくだけで、1個だけで、フォームが10個あってね、コネクションが10個あったとしても、このドライバーっていうのは1個だけどっかメインフォームに置いておいていただければ結構です。もしくはメインフォームに置かなくても、メインのソースコードの UGIS にユニット名を追加していただいても結構です。とにかくリンクは必要だということですね。で、Firebird に関してはインターベース用のこのドライバーでつながってしまいます。DB Express よりも結構幅広くつながってしまいます。じゃあ、インターベース使ってくださいね。さて、次ですね。次は先ほど BD にあったけど、FireDuck では全く違うもの、もしくはなくなったものということで、セッションという概念が BD にありました。1接続、1セッション、1スレッドという形で、セッションを使って、特にマルチセットアプリケーションを作るときには、このセッションという概念が非常に重要でした。AnyDuck にも AD マネージャーというのが用意されてまして、全く名前は違うんですが、それに置き換えることで代用できます。もともと AnyDuck はマルチセットで使えるようになってますので、あんまりセッションを、ね、意識して、作ることはないと思うんですが、とにかく用意されていると。これはもうマニュアルに従って移行するだけでございます。名前が違うだけです。で、嬉しいのは、この AD マネージャーって何やってくれるかっていうと、このワーカースレッドを使った時のコネクションプーリングの機能を内蔵しています。特にサーバーサイドのアプリケーションを作った時に、同時接続数が増えた時に、その接続をオラクルとの接続を確立したり切ったり、その繰り返しが無駄なので、自分はね、FireDuck のコネクションを閉じてると思っても、内部的にこの AD マネージャーの中にコネクションを返すだけで、プールして返すだけで、実際には切断しませんっていう、そういうモードが用意されています。この時にそのエリアスというものを使います。 AD マネージャーに登録したエリアスで、プールプロパティがオンになっているエリアスを使ってコネクションをオープンすると、 AD マネージャーが持っているコネクションプールから物理接続を借りてきて、自分は AD コネクションアクティブフォロスコードを読んだとしても、一見切断されているように見えても AD マネージャーの方に返っていくだけと、そういうふうにコネクションプーリングの機能を用意されていますので、これを使うといいでしょう。で、ものはですね、もっと具体的に、この T テーブルが絶対こう扱っていると思いますが、この T テーブルを移行する際にはどうするかって、ちょっとね、こういう分かれ道があります。最初にスライドで説明した AD で付けるだけで終わりますよって、確かに終わります。だけど、BDA と FireDuck のアーキテクチャの違い、特に BDA がサーバーサイドカーソルを使っているということがありまして、アーキテクチャは全然違うんですね。で、幸いなことに TAD テーブルは、その BDA のサーバーサイドカーソルの T テーブルと同じようなモードをエミュレーションして持っています。実際にはサーバーサイドカーソルを使わなかったりするんですが、いかにもそう使っているように見えます。データベースによって若干実装は違うんですけどね。FireDuck の TAD テーブルでは、
100万件あるテーブルを開けたときに100万件全部読むんじゃなくて、最初のフェッチする数行ですね、50行とか100行だけ持ってきて、で画面に表示で、ユーザーが必要とすれば再びこの次の100行をもう一回テーブルをアクセスして持ってくると。まあ、多少オーバーヘッドはかかります。開けては閉じて、開けては閉じて、で次の100行、次の100行取っていきますので、もしくは遡って前の50行とか、でそういうふうにスクロールしながらテーブルをアクセスし続けますので、パフォーマンスがねちょっと落ちる可能性はあります。まあ、それでもですね、グリッドに100万行のテーブル表示するのは一瞬です。本当にフェッチする分しか持ってきませんので。でマニュアルにはですね、できればTAD テーブルを使うんじゃなくて TAD クエリーですねを使いましょうということが書いてあります。まあ、とにかく TAD テーブルは T テーブルの機能を全く同じようにエミュレーションするように作り込んでいますので、場合によってパフォーマンスが落ちることがあるので、まあ、そう感じた場合には TAD クエリーですね、非常に標準的なフェッチする機能を持ったコンポーネントがありますので、それを使いましょうと。ちょっと説明が難しいんですけども、はい、ここにパフォーマンスの比較の書いてますけども、どちらかというと全体的に総合的に見るとパフォーマンスは TAD クエリーの方が上と。はい、で TAD クエリー使った場合何がいいかというと、その内部的にはオンメモリーで動作する、まあ、T クライアントデータセットよりも早いですね、メモリーデータセットを持ってます。そこに溜め込みながら動きますので、遡って上にスクロールするって時にも、そのメモリ上に持ってるテーブルのデータを見るだけなので、余計なオーバーヘッドがかかりませんので、ね、サーバーにもちろん見に行くってことはないので非常に速度が速いわけですね。なのでパフォーマンス的には全体的に AD クエリの方が大きいといいというわけです。まあ、ここはどちらでも構いません。でもう一つの重要な機能として、このデータ型のマッピングというのがありまして、これね、特に BDE の場合に特殊な型とか見てる場合、パイアダックに移行するときとか、まあ、データの、その型と実際に永続化フィールドとして持ってる型がですね、うまくいかないときもあります。まあ、調節したいときもありますよね。まあ、そういうときにはそのデータ型のマッピングっていう表がありまして、このカラムのこの精度のこのカラムをですね、実際にこの永続フィールド T なんとかなんとかフィールドにマッピングするっていうモードがあります。でこれが細かく調節できます。で嬉しいのはコネクション全体でマッピングするか、コネクションはこのマッピングだけどそれを使っているこのテーブルコンポーネントだけはこのマッピングだというふうにですね、細かく調節ができますので、オーバーライドすることができますので、ぜひ使ってください。私のブログにも書いてますけども、オラクルのデータベースのナンバー型にアクセスするときに、DBXS の場合とかですね、二進か十進数の非常に重いフィールドにマッピングされたりします。まあ、それが嫌な場合には、イント型のフィールド、インテジャーフィールドにマッピングすることも可能ですので、ぜひですね、これ試してみてください。では、アプリケーションの配布を確認しましょう。何度か説明してますけども、BD は非常にアプリケーションの配布がめんどくさいと。コンフリクトも衝突も起きる可能性もあるんですね、バージョン間の。ファイアダックの場合には、エグゼファイルの中にデルファイのユニットを入れておいてと。で必要があれば、エニファイルを持っておくと。まあ、普通は外部に持っておくんですが、エグゼの中に読み込んで持っててもいいですよね。リソースとしてね。で、どうしても必要なデータベースのベンダーのライブラリーです。オラクルの場合では OCI のライブラリーなどが必要になってきます。まあ、これはしょうがないですね。とにかく非常にシンプルな構成で動きます。で私たちのエンパカでのアップウェブなどを使っていただけると、非常に配布自体も簡単になりますので、仮にオラクルのライブラリーが複数必要ですよとか、 QIO、10GO、11GO、 3つオラクルのクライアントライブがいるんですよって場合でも、FireDuck の場合にはそのエグゼと同じ場所に置いておけばいいとかですね、関係性パスで切り替えておけば動きますし、まあ、そうしなくてもアップウェブを使っていただければ完全に独立して動くことができますので、非常に配布にとっては嬉しいですね。はい、じゃあちょっともう一つの確認ですけども、 BD と FireDuck で違うところ、エリアスが違いますと。
これ全然違うんで、カネクションデフという名前になってるんですけど、データベースと呼ばれるですね、T、データベースコンポーネント、ここに T 書いてませんけども、まあ、それはあの TAD コネクションというのに変わってます。BDA の時も T コネクションとかなったらね、嬉しかったんですけども、そうじゃなかったですね。今は TAD コネクションに置き換えていただきます。でセッションネームとかプライベートディールのようなものはもう現在必要ありませんので、無視していただくことになります。もしくは削除すると、はい、まあ、コードで書くことはないんでしょうけど、まあ、もしあったらあのコンパイル通りませんので、削除することになります。ちょっとレイアウト変なんだけど、データベースドライバーのパラメータの違いという、でこれオラクルなんで BDA の SQL リンクのドライバーの設定非常に細かくあります。一方 FireDuck の方右側ですね、あの細かいパラメーターとかはもう全然なくて、文字コード UTF-8 かどうかとかですね、認証のモードを OS 認証なのかどうなのかとか、接続する先のインスタンス名とかですね、非常にシンプルでございます。まあ、細かいチューニングとかしなくても、あの FireDuck はあのオラクルのドライバーなどを直接利用して動くだけなので、余計なチューニングとかは考えなくてもいいということですね。まあ、それだけ BDA の、作りが非常に複雑であって、チューニングも必要だったというわけです。はい、でもう最後の方になってきましたけども、ユニコードで接続するときにはちょっと注意が必要で、UTF-8 というものを大体選ぶことになるでしょう。ポストグレの場合にも UTF-8 ですね。まあ、通常ポストグレでインストールすると UTF-8 のキャラクターセットになってます。 MySQL の場合には UTF-8 でございます。で MySQL の場合にちょっと細かい話ですが、サロゲートペアを使った、1文字4バイト UTF-8 の文字が扱えるバージョン 5.5 以降なん 5.5 の途中からなんですけども、その UTF-8MB4 というかです、ね、キャラクターセットがあるんですが、ですね、今日発表している FireDuck の新しいバージョン、まあ、これから出てきます。それではサポートしております。ちょっと前のバージョンではうまくいかなくて、まあ、新しめの、ね、MySQL なので、サロゲートペア付きの MySQL、UTF-8MB4 というのは、今の出ている使えるバージョンでは使えません。これから出てくる新しいバージョンで使えるようになります。はい、まあ、全体的に UTF-8 を指定していただくことになります。もちろんね、私たちの書くコードが UTF-8 のコードってわけじゃなくて、途中のドライバーに渡すキャラクターセットを UTF-8 にしますよっていう意味の UTF-8 でございます。はい、あもう一つですね、オラクルのちょっと注意が必要で、オラクルね、サーバーが、SGIS、ね、の場合であっても、の途中につなぐ時のモードは UTF-8 にしましょう。まあ、指定しなくてもいいんですけども、の UTF-8 の設定をするとユニコードモードで動き始めます。Delphi XE2 とかですね、XE3 とか XE4 とか、まあ、自動的にユニコードの VCL アプリケーションになってますので、まあ、そういう意味ではですね、UTF-8 を大体データベースの設定に指定しておいてください。では、やっと具体的なコードが出てきましたね。これ、オンログインイベントと呼ばれるイベントなんですが、ここは若干互換性がないわけですね。まあ、それでも非常に簡単でございます。はい、パラメータがちょっと違うだけ。設定する、まあ、これが何行あるかって話なんですけどね、100行あったら嫌なんですけど、そんな大したコードはないと思います。こういうこと、皆さんコードの中にね、オンログインイベントなどはちょっと違うので注意が必要です。まあ、参考として置いておきましょう、置いておきました、コードとしてね。次、時間のかかる処理という時に BDA はカーソルをですね、 SQL の忙しいよっていうカーソルに変えてくれたんですね。そういうコードを書けました。で今度はですね、 FireDuck の場合には、まあ、そういうスクリーンカーソルを変更するってわけじゃなくて、専用のコンポーネントが用意されています。でどんなカーソルにするかっていうのも選べるようになっています。でちょっと若干ですね、コードが増えましたが、仕組み的には同じものを使っています。もしくはですね、こんなコード書かなくても、忙しいよってカーソルのコンポーネントをフォームに置いておきます。どっかね、フォームが100個あってもアプリケーションどっかに1個だけ置いておくんです。そうするとそのカーソルを探して、ちょっと時間かかるなって思った瞬間に FireDuck の方が自動的に感知してですね、カーソルを切り替えてくれますので、あまりこのコード書かなくても
忙しくなった時には勝手にカーソルが出てきます、うん、ただしコードで書くこともできますよってことですね。ただしカーソルがエスキルカーソルになったからといってボタンが押せなくなるわけじゃなくて、カーソルが変わってるだけなので注意してください、ね、はい、でもう一つ違うところがあります。これエクセプションの型はね、どうしても違ってきますよね。今まで BDA の例外クラスをキャッチするときは EDB エンジンエラーと、エンジンエラーなんですね、っていうのをエラーなんですけども、それをキャッチしてたわけです。で、ファイアネックはさすがに同じ名前は使えませんから、ユニットが使えば使えるかなと思うんですけど、まあ、EADDB エンジンエクセプションちょっと長いんですけど、それを、キャッチすることになります。まあ、DB エクセプションと比べてこの新しいファイアネックの例外クラスというのは、データベースの例外をそのまま生で返してくれますので、そのエラーのコードとかメッセージというものをそのまま直接利用することが可能ですので、 DBX に比べて非常に使いやすくなっています。で、特定の、ね、エラーコードの時にリトライするとか、まあ、そういうことをですね、 DBX の時にはエラーが来ましたよぐらいしか分からなかったので、わざと抽象化してたんですけども、 FireDuck は細かく設定ができます。自分で書かなきゃいけないんですけど、まあ、とにかく BD でやったようなことが FireDuck でもできるようになってますので、コードの書き換えは必要ですけども安心してください。注意点はちょっと書いてありますね。バッチムーブのところが名前は TAD データムーブ、名前変わってる上に、まあ、機能的にですね完全に同じものは用意できないので、これだけ注意が必要ですと。マニュアルをちょっと見ていただくしかありません。ちょっとこの説明上ですね簡単には説明できないので、英語で申し訳ないんですけども、マニュアルを見ていただくことになります。で、あんまり使われる方はいないと思うんですけども、SQL リンクを使ったりとかした一周結合を BDA で使っている方っていうのは全く同じことは用意できませんので、一旦メモリーテーブルに全部取ってきた後にメモリーテーブル同士を結合するというような、ローカルでインメモリーのデータを結合するってことができますので、それを使うことになります。ここも大きな書き直しになるでしょう。では簡単な動きデモを見ていただきます。デモ2つあります。まず BDA アプリを FireDuck に置き換えた場合ですね、まあ、簡単なものなんですけども、コードの違いを見ていただきます。で、パフォーマンス対決というのはどういうふうに速度が違うのかって見ていただきます。まずは今日はですねインターベースを使います。解像度が広すぎてなんかちょっと見づらいかもしれません、まあ、テーブルはね、ありますわ。で、アプリケーションを開きます。まずは BDA 版を開けてみましょう。単純ですね。データベース、テーブル、これは更新の時の SQL 文を処理するアップデート SQL コンポーネントです。で、データソースがあってグリッドに表示して、で、フィルタードってプロパティ、ちょっとね画面がちっちゃくて見分かりづらいんですが、フィルタリングの機能ですね。BDA が持ってたもの。で、データソースを開けて画面に表示して、特にフィルターするときにそのレンジを指定するわけですね。コードを見てみますね。表示16、こんな感じでございます。もうちょっと聞きましょうか。 BDA を使ったことがある方であれば、まあ、非常にごく普通のコードですね。ボタンを押すとテーブルを閉じます。ボタンを押すとですね、テーブルを開けるんですけども、エリアスネームですね、テーブル名、あまり使うことないです。画面更新中のディセーブルコントロールステレンツ、これですね。で、フィルターのプロパティで、フィルタードを使います、使わないのをチェックボックスで、アップデート SQL 文は、これは編集するときに発行される SQL 文を調節するコンポーネントがございます。それは設定しておくと見ておいてくださいね。で、オープンして、フェッチオーラーはまあ実際にいらないんですけども、じゃあ全データ持ってきますよってメソッド読んでたとしたらですね、まあ、テーブルがちっちゃければこういうことはあるでしょう。このコードを実行してみます。コンポーネントはこういうふうに置いてありますよ。で、開けますと。
最初の授業なんでフィルターを外して、これも随分早いですよね、 B デイね、本当に、まあ、何万行あっても早いわけです、 B デイは。まあ、64ビットにはできないですけど、はい、じゃあこのコードを覚えておいてくださいね。では FireDuck に移ります。 FireDuck にするときどうするかっていうの、コンポーネントを置いていただいて必要なもの、先ほど言ったドライバーのユニット、どっかに1個だけでいいんですよ、アプリケーション中で。ウェイトカーソルも置いていただいて、で対応するものですね、データベースはコネクション、テーブルは先ほど言ったベストな解決策として、よりベターな解決策としてクエリーですね。でアップデート SQL のコンポーネント、全く同じものでその先はデータソースをそのまま使います。データソースの接続先は T テーブルとかじゃなくて AD クエリーです。であとグリッドコンポーネント、全てそのまま同じものです。コードを見てみましょう。うん、まあ、さっきと一緒です、何もしてません、はい、コンポーネントが変わっただけですね。でコンポーネントは一回置いて、ファイアダックのコンポーネントを置いて、いらなくなったら BDA のコンポーネントを削除して、この UGs から消していくという作業になります。まあいらないものが入ってても別にコンパイルには影響しませんけど、はい、で全く同じコードですねこれね。でこれを実行してみます。フィルターモードで開けて、まあ、カーソル一瞬、SQL カーソルに変わったでしょ、別に自分で調節しなくても勝手に出てきます。でフィルターモードを外して、まあ、B デイとほぼ同じですね、一瞬です、うん、こんな形でコンポーネントを置いていただいて、いらなくなった B デイをコンポーネントを消していただいて、実際やってみましょう。これを消して消して消して、データモジュールを使っているともっと簡単かもしれませんね。データモジュールを新規に作ってデータモジュールを切り替えて終わりとか、はい、でもう一度実行してみます。まあ、こんな形で FireDuck に移行は完全なプロパティメソッド名が一致してるわけじゃないんですけども、ほぼ90何パーセントが移行が簡単にできると思います。ぜひFireDuck を試してみてください。残念ながらトライアル版というのはないので簡単に試せないんですけども、まあ、それお高いものじゃありません、5万円ぐらいですかね、はい、でパフォーマンス対決というのは、これ DBXS と FireDuck を比較してみましょう。まあ、BDE が移行するのに DBXS だと言われて移行しました、だけど実行が遅くて、特にグリッドに表示するのが遅くて困ってますというパターンですね。で FireDuck だったらどうなるかということです。ではもう一個のデモはですね、データモジュールを3つ用意しまして、これは BDA のデータモジュール、これは、もう一個はですね、データモジュールの中に3通り置いてあります。 BDA のコンポーネント、最終的にはデータソースにつながってます。 DB Express のコンポーネント、で、FireDuck のコンポーネント、まあ、全く同じ機能をそれぞれコンポーネント違うものを置いてですね、データソース、データモジュールの中に置いてます。このアプリケーションを起動するとデバッグモードじゃない方がいいかな、まずはですねパフォーマンス判定用のテーブルを作ります、ね、データを入力しましょう。これ今日説明してませんけど、非常に FireDuck の特徴であるバッチインサートみたいなモードが用意されてまして、 SQL 文を100回発行するんじゃなくて1回の SQL 文の発行で100行入れちゃおうという、まあ、そういうモード、データベースのベンダーにもよるんですけども、そういうモードが用意されています。1万行入れてみますね、実行。これね勝手に出てくるんですよ、このダイアログ、コンポーネント置いとくとしばらくお待ちくださいってやつ、キャンセルもできます、一瞬ですけど、はい、で入力したらデータを見てみます。この後はですね3通り選びます。 FireDuck か BDAY か DB Express か、データ取得件数、うん、全部表示してみますね。まず BDAY 1万件、
ビット 0.0 何秒ですね、早いですね。ハット1万行でも、で次 DBX です。ポチ、まあ、ちょっと時間があるの分かります。10万行の数もっと分かるんですね。で最後 FireDuck B-Day と同じです。ではデータをもうちょっと入れて10万行にしましょうか。10万行ね、はい、カスタマイズ可能なしばらくお待ちください。ダイヤルキャンセルボタン付きが出てきます、はい、まあ、非同期で実行してるってことですね。でワーカーセット内で実行してくれます、勝手に。はい、10万行入れましたと。10万行をもう一回表示してみます。 B でいいですよ、ピット、まあ、全く同じ速度ですね、まあ、これはいい感じで使ってるんですけど。DBX でいきますよ、ピット、まあ、1秒ちょっとかかったと。とにかくあのデータの量に比例して遅くなるわけです。ファイアダック、ピッピッと早いですね。 BD と全く同じですね、まあ、どっちかというと早いぐらいです。 DBX はピッとですね、まあ、データに比例して遅くなる DBX よりは、まあ、プロパティもメソッド名も全く同じなファイアダックの方がいいという結果でございます。まあ、移行も特に難しくないとですね。はい、ではまとめ、最後ですけども時間来ましたので、ファイアダックはいいところはとにかく最新の OS と DB のバージョンに対応しております。ポストグレーもユニコードも対応していると。で共通の手順が用意されているということですね、 API が。でアプリケーションの配布が簡単ですと。エグゼとモジュール、クライアントライブラリだけ、今必要があれば any ファイルと。で BD よりはパフォーマンスが若干上と。全体的なその T テーブルだけ見てれば、まあ、一緒に見えるかもしれませんが、先ほど言ったバッチインサートみたいなのもありますし、非常に構図はシンプルなので余計なメモリも使えませんし、非常に早いとですね。で移行するのにあの API は違いますけど、コンポーネントレベル、プロパティレベル、メソッドレベルでは全く同じものは用意されてますので、非常に簡単に移行できるだろうというわけです。無料ではありませんので、エンタープライズ版買っていただけるとついてます、無料でね。でプロフェッショナル版の方はクラサバのリモート接続も可能になるアドオンパックがありますので、それをご検討くださいということで、詳しくはあの営業もしくはあのパンフレットのを見てください。でこれからですね、どんどんもデバイス、 Android も出てきます、 iOS も出てきます、もう出てきますけども、 そこで使える FireDuck っていうのが出てきます。さすがにリモート接続っていうのをすることないと思うんですが、 SQLite につないだりとかインターフェースにつないだりすることが FireDuck だったら iOS であろうが Android であろうが非常に簡単です。今後にご期待くださいですね。これはさっきの続きですね。もう早速ですね、ためらわずに移行してください、心配ないと思います。最後の宣伝ですね、 XE3 が今売ってます、今日から XE4 です、はい。最後の言い訳なんですけども、英語のヘルプがありますが、日本語化の予定がちょっと私まだ知りません。もともとロシア語にかかっているヘルプを英語に翻訳したようなヘルプなんですけど、若干誤植があるかもしれませんね、英語のね、はい、でもしくはユニコードに移行するっていう手間がちょっとまた増えますので、それに関してはマイグレーションセンターをご利用ください。Delphi 7 C++ ビジュアル6の ANSI のアプリケーションだけど、 XE3、XE4 に移行すると自動的にユニコードになってしまいますので、その時にはこの RAD Studio マイグレーションセンターにいっぱい資料が載ってます、ビデオとかもありますので、どうぞこれをこの参考に移行してくださいというわけです。ではちょうど時間になりましたね。でこれで最後に終わりにしたいと思います。ありがとうございました。